こんにちは、スカイトモです。今日はですね、こちらの商品を紹介したいと思います。こちらですね、Wi-Fi スマートネットカメラ、V380 になってます。防犯カメラでですね、ネット環境があればですね、離れていてもですね、スマートフォンだとかタブレットだとかで、外出先でも見れるようなものになってます。今防犯カメラ気軽に買えてですね、この商品もとってももう本当に安くで買えます。5000円以内で買えると思います。これですね、取り付けもとっても簡単でですね、設定もものすごく簡単です。もうね、実際ね、もう実は取り付けてます。向こうの方に取り付けてるんですけど、では早速ですね、使ってみたいと思います。こちらの iPhone とモニター、こちらですねを接続してます。つなげてます。同期してるので一つ一つ操作したいと思います。専用アプリをですねダウンロードしてください。でこちらを押します。見えますか？今ね、あちらの方につけてるので、でこれね、実はね、操作できるんですよ。カメラを例えばこうやって動かすと、まあ、こんな感じに、はい、はい、わかりますか？で、ズームも、わお、まあ、こういう感じになります。で、これね、もっとすごいのはですね、もうマイクいきます。押しながら喋れます。はい、こんにちは。聞こえましたか？まあ、こんな感じでね、遠隔でですね、今室内にいるんですけど、遠隔で操作でしてですね、もうマイクで喋ることができます。保存はですね、 SD カード入れればですね、 SD カードが古い履歴を消しながらどんどん録画していきます。でですね、 iPhone だとかこのスマートフォンとかにもですね、写真を撮ったり録画することもできるようです。で使い方はですね、本当に様々です。じゃあ僕今からちょっと出かけます。でこちらの家から離れて、外からですね、こっちのネット環境がない状態でも使えるので、ちょっと試していきたいと思います。はい、こんな感じに外からでも今の部屋の状態が分かります。電気が消えてるので赤外線でアンシスコープか映ってます。はい、こんな感じです。はい、外でもですね、サクサク動いたと思います。気軽にね、先ほども言ったんですけど、この、防犯カメラはですね、5000円以内で買えたりですね、とてもリーズナブルになってます。電源さえあれば大丈夫です。もう便利な商品になってます。僕も今こちらにつけているんですけど、いろいろとね、用途はあると思うので、ぜひ皆さん防犯設備お考えの方は使用してみてください。こんな感じになりましたけど、また商品紹介します。スカイトモでした。